クラレンス・レーネー・ギン・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家、第60代ニューオーリンズ市長を務めた。1956年6月11日にルイジアナ州ニューオーリンズでクレオールの家系に誕生した。幼児期を市内のセブンスワードで過ごした後、1970年代初頭にアルジアーズ地区のニューオーロラへ引っ越した。1974年に オーペリー・ウォーカー高校を卒業し、1978年にアラバマ州のタスカギー大学において会計学を専攻して理学志望を取得した。1994年には中霊園大学で経営学習志望を取得している。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領とアウネーギン夫妻2002年の市長当選以前に正解の経験はなく、前職は コックスエンタープライゼズのケーブルテレビ司会者、コックスコミュニケーションズのバイスプレジデント兼、ゼネラルマネージャーだった。BBC ニュースを含む複数のメディアは、ネイギンが成人した後の人生の大半を、共和党員として過ごしており、民主党へは出馬直前の倶がえだったとしていた。2006年1月13日の旅ススマイリー、ショーにおけるインタビューで、ネイギンはこの噂を否定し、 自分は、共和党員だったことはなく、ずっと民主党員だったと語った。この発言を受け、いくつかのメディアは前言を撤回した。ただし、ネイギンは、ビリー党人下院議員、ジョン・ブロー、ジェイ・ベネット・ジョンストン両上院議員らを含む両党の候補者に対して、定期的に献金を行った実績はある。 妻のセレサ・シミス・ネイギンには3人の子息がいる。民主党の市長であったマーク・モリアルの後継者として選挙に出馬し、2002年3月2日に当選した。2006年に再選され、2010年5月3日まで2期8年に渡って60代目ニューオーリンズ市長を務めた。在任中の2005年にハリケーン・カトリーナでにニューオーリンズ地域が大きな被害を被り、 その対応に関連して世界の注目を集めた。ありがとうございます。